もピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ショートトロールバージョン X なんかいつもと違う感じでった。めちゃめちゃキモかった今んとこ忘れちゃって、で説明文に仕組み作るの難かったな、ガバがあったらすみません、何気に再投稿。何げってなんだ、何げって可愛らしく言ってもダメなんだからな、こんなに鬼畜なトロールを作るくせに。でその何げの部分にもう一つ気になってることがあるんですよ。ピクミンじゃね、もういいってそれピクミンじゃねえからもういいってそれがワンセットになってるってはい、それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.9% で、この Y さんっていう方ね、最近見つけたんだけど、僕のめちゃめちゃお気に入りの方なんですよ。あまり知られてないんだけど、すごい面白い罠を作ってくれるんだよね。さあ始まったいやちょっと待ってなんで笑いが出てるのかわかんないんだけど何やってんだ、早くせ。じゃあ頭の中ならないでようかまあワンナップ、え、なんで笑いが出たんだろうな今。じゃあこのツタも下に降りてっていいのか。いや絶対ダメだって分かってるけど、一旦行っててみようか。あ、いや合ってんじゃない、終わっちゃった。開幕ガリガリかー、やべえ自分が怖いんだけど、なんか変なもんでも食べたかな。マリオの代わりに毒キノコかなんか食べた。君たちいい加減にせよ、毎回毎回すぐにマリオやる気よって。そっちがそう送るなら僕もそういう気持ちでやっていきたいと思いますよ。バネに乗ってしまったな、このバネに乗ったらなんか嫌な感じが。左を進歩してみるか、左を進歩で大丈夫だね。これは何なんだい君たち。バネに乗ることはあってる。でさっきはハテナブロックに惑わされたけど、すぐにドアに入っちゃおうか。でこのコース鬼畜な匂いがプンプンするね。はい、どうもこんにちは、今日は優しくしてね制作者さん。でこのハテナブロック叩いていいのかい、ギリギリまで左に行っておこうか、特に何もならない。じゃあハテナを叩いて左、ここにキノコが出てくる、取っていい。マジ俺を騙そうったってそう簡単には行くのかないやでもさ、これまだいけるよな、ファイヤーを取ってこれどかしてまだこっちからいけるんじゃねえか。この状態でもいけそうな気するんだよな。このほら、避けてみる。そうくんのね、ふざけてるわけじゃないんですよ。ガバがあるかもしれないって説明文に書いてたからさ、ワンちゃんこのファイヤーフラワーのままいけるかなって思ってたんだけど、きっちり対策されてました。このガバ発見名人、絶対に他のガバを見つけてみせるぜ。おい、それで取れんのか、爆弾でコインよさ何も来るな、もう何も来るなよ、素直にあのドアに入らせてくれ。なんだお前ら、この爆弾でコインを取れるの初めて知ったかもしんない。コイン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 、こんなやったらマジでふざけるって思われるよな。でも僕マジでやってんだからな、失礼します。さあここで何が来るんだい、やめてください。ドアから出た瞬間すぐ左に逃げる、これでキャロンをかわす。でこのハテナブロックアイテムが出るんじゃない、だからすぐに取っていくみたいな。バレン邪魔するな。この一マスのところの横バレ、マジで守備力高すぎなんだって。いやまだやり直しが効く可能性があるよとは思えないね。みんな賭けをしようぜ、この扉の先何がいるか。僕は魚だと見た、魚。私今気がついたことがあるんですよ、ここに来るまでの間全ての罠に引っかかったろっていうことにね。なめるな、こっから先そう簡単に引っかかってやるなんて思うぜ。ほらこんなに無理だかお前。キモ。ではまずこのハテナブロックを叩きます。そうすることによって上のこのテトリスみたいな形をしたブロックを壊してくれるっていうことですね。はい、誰今なんか学校の先生みたいな喋り方になってなかった。言葉の最後にここテストに出るから覚えておくようにみたいな喋り方してたと思うんだけど、僕が学校の先生とかだったら嫌われるんだろうな。僕はこのキノコ嫌い、君も嫌いだ。ここさ、降りた瞬間左ダッシュで間に合うと思う。ギリギリまで左に行ってもキノコが出てこないってことはもう左ダッシュしか絶対ないと。間に合わないですけど。どうすりゃいいん、ここガチでゆうちゃん悩んでる。ジャンプして一旦右に戻ってみようか、これで。あーはいはい、そんだけで、ね、わかるかこんなの。それは分かっちゃったやんか。意外と長いなこのショートトロール。ショートってどういう基準でショートなんですかね。そんなの制作者さんのさじ加減じゃないんですか。めちゃめちゃ長いでもショートってつければショートトロールになるんじゃないの。じゃあすぐに氷ブロックを溶かしていく。もう
いや、まだワンチャンあるよ。ここで一旦チビになって先に進みますみたいな。ありがとう、お礼たくさんの声。いけ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 よ、クパクラ。このコインかな、さっきクパクラが乗ってたのは。だからこのコインを先に取っておいて、あの先に進めばゴールが見える場所で行けるみたいな。頼む、ゴールやってくれ。送信な。何を考えてるのかな、この制作者さん。チビになっていけっていうのは分かった。だがそこから何も変わらないよな。アイテムが違うから、そこから藁が変わってるとか、そういうことはしないでくれよ制作者。さあゴールをさせてくれ。あでももう分かったもんね。もう終わりにしてやるよこのテイクでな。しっかりとあの炎をかわせばゴールができるんだ。よっしゃー。見たか、このトロール名人よ。すいません、今日じゃなくて。いや、ショートのコースだったんですけど、すごくやりこたえがあって楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、激突グルメレース Y プラス右って書いてるんだけど、説明文に、いや2週間時間かけてコースを作ったので結局自信作です。ちょっと日本語意味わかんないけど結構自信作ですっていうことかな。リズムに合わせるのがむずすぎ。まあ遊んでみてください。米で作ってほしいコース募集するよって書いてます。まあリズムに合わせるのがむずすぎって書いてる通り、 Y プラス右だけなんだけど、クリア率がめちゃめちゃ低いのよ。でも私ビオキング、激突グルメレースを愛しすぎてしまっている男です。そんな僕だから完璧なリズムでこのコースをクリアしていきますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.3%。 僕の動画を昔から見てる方は知ってると思うんですけど、動画の中で激突グルメ練習めちゃめちゃ誓わしてもらってます。もう全然言わせる。もうちゃんと乗るよ。ペピピピピンペンペンペンポペンペンピプペパポペンピプペポペンペレペンペレペンピペンピペレペペレ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 。真面目にやればこのコース簡単なんですよ。見てて、ちょっと無言でやるわ。あい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 ごめんね、ただうるさい実況になってしまってね。今からね、僕真面目にやりたいと思いますから。ここなんかちょっとおかしいんだよね。もうこのコースだけで頭痛くなっちゃったし、汗もかいてきちゃった。マリオが見にくいんだよな、めちゃめちゃ。そんなにさ、見たいのはわかるけど、あのギャラリーのせいでさ、ここ来たー。最後のリズムだけが本当に難しい。いや、もはやあれはリズムと言っていいのか。リズムではない、ただのバグった音楽だ。バグにはバグで対抗だ。見てろ、じゃあじゃあじゃあ。ただ頭のおかしいやつになったらって。だからね、僕気づいてしまったんですよ。めちゃめちゃ簡単な方法っていうのをね。さっきの難しいところに行くじゃん。ちょっと見てて、ここらへんここらへん、こうやって歩いていけば簡単に行けちゃうんですね。見たか。冗談じゃん、ちゃんと走りながら行くって。あんな悪ふざけをしたから神様は僕に天罰を与えたんだろうね。ただ僕が集中すれば簡単に行けるっていうところをみんなに見せるぜ。来た、これ来たのか、これか、しゃこれ本当にめちゃめちゃ難しかった。可愛いね、カービィ。今のカービィのコースの実況やばくない？いや、ちゃんとしようと思ったのよ。あんな短いコースってショート動画も出すかもしれないからさ。でもあんな土地くらった実況だったら絶対出せないじゃんか。まあいいや、次のコースやっていこうか。一発マリオジタバタ平行移動ということで、説明文に普通に行っても時間に間に合いませんが、あることをするだけでって書いてるから、早く行かなきゃいけない謎を探す一発マリオなんじゃないんですかね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11%。 まあサムネに USA キノコがあったから、それがヒントになるんじゃないんでしょうかね。でゴール条件はマリオ USA のマリオのままゴール。ちょっと日本語おかしくないか。ちょっと待って、 USA ゴール条件がマリオ USA のマリオのままゴールの、そのマリオいらんくないか。 USA マリオのままゴールだけでいいじゃんね。さあこのまま渡っていって、ここでピンコインを取って左に逃げろっていうことね。まあいいや、一旦鍵回収できたから、そのまま左行ってみようか。これ全然間に合うんじゃない。このまま鍵扉に入ります。残り4秒か。で最後にゴールがあると思ったけど、なるほど、ちくわブロックね。ってことは、でも今、
USA 撮ります。で、あのピンクオンを撮るところがあったじゃん、あそこでなるべく早く U ターンしてみようか。もうそれ以外考えられないんだけど、ここでピンクオン撮ります。これなかなか早いんじゃない。で、このまま戻ってって間に合うかなんだけど、そんなにジャンプグラス。いや、ジャンプがしにくいのよ。この靴マリオン乗ってたらさ、靴マリオンじゃない、靴クリームを乗ってたら意外とジャンプやりにくいのよ。さあ、このあ、今ちょっと早かったね、戻るとき。俺がなんかヒントになってるんかな。まあ、いや、一旦このまんま、鍵止めの、やっぱり4秒か。いや、絶対間に合わないと思うんだよな。3、2、1。無理無理無理、さっさやり直そう。多分ですよ、このレールとピンコインを取ってからの戻り方が鍵に。なだだだだだだだ、え、なにこれ、早すぎて、止まれ。もう何なの、バカじゃん。え、こっからジャンプしたらなるほど、これを使っていけってことか。いや、もう当たってしまった。いや、当たってしまったらゴール条件なくなるんだよな。これワンチャン右にラインがあるんじゃないの。ちょっとこっち行ってみようか。ゴールよ、ノーじゃないんだよ。いや、おかしいやろ。え、何これ、めちゃめちゃこれ何回見ても笑えるわ。これもう絶対間に合う。お前足回れよそこにさ。これは面白いわ、よく見つけたなこんなの。でも、そうと分かればこっちのもんや。さあ、ここでしっかりとピンコインを取っていく。あ、みんなちょっと言い訳させて、ジャンプのタイミングがマジでおかしいのよこれね。マジでジャンプできないんだよな。さあ、来た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 、こっからよ、ザコはすっ込んでる。なるほどね、クリボーが頭を出してくるから、それにも気をつけなきゃいけないと。ってことは、ピンコインを取った瞬間、先っちょにクリボーを一旦踏もうか。このクリボーを踏んでジャンプ、これ間に合うんじゃない。いや、絶対来たよこれ。さっき4秒ぐらいでドアに入って間に合わなかったけど、今回は5秒あるな。頼む、間に合ってくれ。地下ブロックは5個。いや、ギリギリだな。頼む、2、1、0、いけるか。あーしょー絶対やられたと思ったいや、これは本当に面白い一発マリオですね。ぜひおすすめです。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。ジャンプするたび難易度が変わるコースということで、説明文にだんだん難しくなります。三段飛びって書いてるから、三段飛びを駆使していくようなコースなんだろうね、きっと。で、サムネに1って書いてるんだけど、あれは1ジャンプっていうことかな。それかレベルを示してると思うんだけど、とりあえずやっていこうか。クリア率は 0.34%、 なかなか低いクリア率ですね。で、ゴール条件がプロペラマリオのままゴール。プロペラとかあんの。プロペラとか手に入れたら三段ジャンプとかもう関係なくなってくるような気がするんだけど、で、どこに行けばいいのこれとりあえず位置の下に行けばいいのかな。意味わからんて。わかった、どっかにプロペラマリオを隠してるパターンだ。だからこの辺探ってってみようか。多分どっかにプロペラがあって、それで飛んでいけっていう感じだと思うんだけど、ないねじゃあどうすんの。とりあえずダッシュで右に飛んでってみようか。あ、行かかった。なるほど、こっから開始っていう感じか。オッケーオッケー、1、4、オッケーオッケー。まあ、こんくらいは全然ぬるいですよ。次はレベル5っていう感じかな。こっから、いや、6つ、ここ6つ。さあ、土管から出てきた。このタイミングで行けば多分この炎はかわせると思うんだよな。で、こっからどうすればいいか分かんないよ。あの、ピースイッチのところがあるじゃん、あそこをきれいにピーチャンしなきゃいけないんだろうな。ここ、オーケーオーケー。で、こっからどうするかよ。多分ピースイッチが切れる前に、ここでピーチャンからのピーチャン、ピーマッチャンだよ。あー、みんな、僕ちょっと気になってることがあるんだけど、ここがあるじゃん、このつららの場所、つるできるんじゃねえかなみたいな。上に行けばほらほらこっからさ、ちょっといけるかやってってみていいから、壁キックします。いや、無理っぽいな。いや、いけるいける。ここで P 置いて、こっから P ジャンすれば簡単に進めますやだ、できましたー。いや、1でも行ってみせる。さっきは勢いが足らなかっただけ。だからここに P スイッチ置いて、思いっきり勢いさえあればいけると思うんだよな。頼むうますぎる。まあ、あとで、正規ルートもやっていこうか。で、このハテナブロックは、プロペラ、わかったよ、読めた。この先が多分最後に三段ジャンプしてプロペラを使ってゴールっていう感じなんじゃない。めちゃめちゃ高い位置にゴールポールがありますみたいな。こ、いや、もう当たっちゃった。大丈夫かこれ
全然足りねえ。ゴールは、あーなるほど、ここにあんのか。もう最初から最後までノーカットで皆さん見ててくださいよ。かなり慣れたからね。ここちょっと正規ルートで行かせてもらうわ。ピージャンからの、さっきはピージャンできなくてやられたんだけど、ここでピージャンして楽勝でいける。多分正規ルートの方が三段ジャンプになるから行きやすいかもしんない。でここでプロペラを取ります。でさっき勢いが足んなかったから当たったと思うんだけど、この辺か、頼む当たるなよ。よっしゃ来た。でここでピャー、頼む頼む、君の運命の人は僕じゃない。ここめっちゃむずい。多分ねこの右ギリギリでジャンプしないと届かないようになってんだろうな。あとはプロペラを回すタイミングなんだけど、ちょっとガチで集中させて。ここワン、いやいいタイミングだよ。ツー、スリーからのこの辺か、キャー、いけ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 、届け届け、ファーめちゃめちゃいいコースだった。まあ僕の実況が全て台無しにしてるかもしれないんですけど、どうもご視聴ありがとうございました。